やけどだいぶ良くなりましたねそうだいぶ良くなったのよ、一晩で。どうなるかと思ったけど、そうそう赤身がね、あんまりめちゃめちゃひどくなってなくて よかったわマジで。パッド操作上手ですね。パッドでしかやってないからな。アケコンは触ったことがなくてこれでしかやってない。あー無理か。そうそうアケコンマジでそのなんか電気屋の私有とかで数秒ぐらいしか触ったことないから、ゲーセン通いでもなかったからマジでそのアケコンの操作みたいなのが分からんくて、うんだアケコンのボタン配置とかも全然分からんもんね。まあやっぱ環境次第よな。最初スト5やるときもアケコン買わなあかんのかなって思ってたけど、結局買わずじまいやったもん。あ、違う。そうだからゲーセンの雰囲気もわからんのよね。アーケードのやつもやったことないし。初見ありがとう。1日に2人も初見が来るなんて奇跡的な日よ。超珍しい。あこれガチ神回病み上がりやし。あ間違えた。今のパリ扱いなんの？何気なく見てたけど本当にゴールド帯の試合なの。ゴールド帯の試合なのよこれ。悲しいながらゴールド帯の試合なのよ。間違えたスパイクと。はいまあそうそうまあ良くも悪くもやっぱほらキャラ別にランクが出るようになったからね、やっぱ上手い人が別のキャラ使うとやっぱりね下のランクで来るから、まあ、ほんまにランク帯の素直なランク帯では見れんくなってるよね。いやでもやっぱなんかプレイヤーで1つのランクよりはだいぶいいけど、だいぶいい。空中ナイス。はい、スト5のランクよりは今スト6のランクの方が俺は好きかな。もうイライラが断然違うから。さすがに下手くそパナス。はいパナス見てる。クラカンもねおもろかったけどね。6のこの派手さも好きやな。パニカンも同じぐらいのエフェクト欲しかったです。ああパニカンってそうか、確かに文字ぐらいで割と地味やったか。間違えた。なんかいろいろミスったけど倒せたからよかったわ。なんか当たった。鼻が高すぎるんじゃないのか。うまい。うまい。見てる。2枚か足りねえよな。ああ危ねえ危ねえ。いやてかみんなインパクト返しがうますぎるのよ。うっあーしまった。食らいすぎたなー。や出ない。安いドンキ。はいよかった。俺もたまに飲んでやるときあるけど。かなり慎重やなこの人。うわうまい。嘘。十字キーも逆にできなくてね。スティックでしかできないわ。別に十字やからって古いとかじゃなくない？十字が操作しやすいっていう人もおるやろうし、だからってスティックが最先端ってわけでもないとは思うんやけど。クソ6マジで多様性、操作面で多様性のゲームじゃない？いやーいや、やっとラッシュまともに使ってみたけど、安い安ラッシュです。うそー。思ったより残ってるわ。危ねえ。よかった、これはよかった。ああやった、初めてゴールド3になりました。痛みはねもう全然ないね。他のパッド全然知らんけど高いやつは高いよな。なんかこれでよく使われてるビクトリックスのやつはなんかもうみんな使いすぎて品薄で値段も上がってるらしいね。よかった今のこれ。3万のパッド5万のアケコン、すごい世界やな。やけどはねもう結構落ち着いてきた、おかげさまで。ありがとうございます。ごめん、デュアルセンスで十分できるんやったらデュアルセンスでいいよね、持ってる人は。なかんなギャッラッシュかな。そうだ、これは変に高いものを買ってなんか後悔しないようにもいつも使ってるやつだけでなんとかしようとしてる。安い。怖えー、怖えよー。まあまあ大丈夫やったからいいけど、普通に機能はちょっとやばかったけどね。5もキャミ使ってないですか？5もずっとキャミ。わかんねんな。まあ技がね違うかったりもして、でも別にそんなめちゃめちゃ違和感はないかな。危ねえ。スト2からの参戦。スト2はね、スーファミのスーパースト2しかやったことないね。スト2はっていうか、ストリートファイター自体5やるまではそれしかやったことなかったから、全然知らんのと一緒やったな。うわー、安い。こんだけキャミー好き感出してるけど、そのスーパースト2のキャミーは負け顔が怖くて嫌やったけど、ちっちゃい頃のイメージやからね。続くな。いやー、だからスト5の時さ、やっぱり知らんキャラが大半やから、キャラをまず覚えるのが大変やったな。スマブラやっててスト5のキャラが覚えられへんっていうのもなかなかあれやけど、まあ昨日はもう結構タオル巻いたりとかしてかなりガチガチにしてたから、マジでまともにゲームできる感じじゃなかったよな。スプラはできたけどスト6は無理やろうなと思ってて。いいガード、ナイス。こればっかりか。確かにクラシック勢の人がモダンのこと質問されても難しいよな。それ問題やな。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さあ怖いよ、溜まってるよ。手出しちゃった、手出しちゃってんけど死ぬんかな。残るやろ、教えるのむずい、俺人に教えへんもん。よかったよかったわ。あれ狩られちゃうのよね。足りねえ、危ねえ。まあモダンでもコマンドを入れる時あるもんね。いやー、ジュリのラッシュマジで怖いな、意味がわからん。結局これに駆られるんやったら意味ないねんよな。こればっかりやなこの人。だよな、パナシを読まなあかんねんけど。まあ最初のうちはそんなんでいいと思うけどね。よし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 。この人ラッシュの卓で飯食ってる感じやから、それさえなんとかできればっていう感じやね。ちょっと足りんな。はいよかった。いやー今日はマジでコメントがいっぱい来てマジで嬉しいな。スト6配信で初めてかもここまでコメントいっぱい来たの。いやーどうやろうなこれ。危ねえ。けーランクまで100増やすのに3日かかってからランクマ封印。俺も本格的にランクマ始めるまでは何日か準備期間があったな。やっぱりモダンでやるし、モダンでやるということはもう新しいゲームやるんと一緒やから結構ねやっぱりジェイミーわからんねよな動き。うわーつながる。違うどうせまジェイミーなんかガードがすごいむずいねんよな。勝手にやってくれって感じやな。ジェイミー繋がりすぎやねんよな。いやー違うよ。いやジェイミーがほんまにちょっとじゃあ1時間やったからちょっと今日は早めに、早いけどちょっと早いというか短いけど